150年前に記された一本の巻物。日本の海の大動脈として全国を行き交っていた北前船。その船主の生涯が綴られています。松前ですとかそういったものが書かれていますね。業照して、はい。札幌を拠点に活動するチェンバロ奏者の明良美幸さん。 この巻物を自宅で大切に保管する北前船の船主の末裔です京都で生まれ育ち20年ほど前に夫の仕事の都合で札幌に移り住みました明さんは今先祖が船に乗せていた夢を北海道新幹線に託そうとしています北海道に新幹線が来るとそれも来年の3月というふうに聞きまして もうあの胸がいっぱいという、まあ、それが本当に正直なところです半年後に迫った北海道新幹線の開業北海道から九州まで、夢の超特急が列島を結びます。ね、一回、まあ、うちの父親がこうやって広げて、こうやって頑張ってた人なんだよなんていうことを言って、まあ、そういったね、あのもう、感じだったんですよね。 明さんの4代前の先祖にあたる初代増田李平年まの大海原に憧れてそうやってこう天秤棒担いで行商して行商して小さな船からやっと戦国船を持つに至ったわけなんですけれどもそれをやはりこう広い世界に皆さんつないでいきたいと。 自分もそうやって出て行きたいとそんな大きな希望があったんだと思うんですね江戸時代に生まれ明治時代の中頃にかけて北海道から大阪に至る各地に寄港していた北前船北海道からは昆布やニシンなどが積み出され本州の食文化に大きな影響を与えました逆に本州からは物資のみならず文化も持ち込まれました 北前船の寄港地が200か所ありまたそうやって昆布やニシンをこんなにもその各地に届けてたっていうことは北海道来てから私もいろんな方にお話を伺ってえ知っったたことが多かったです物流の要でしたからそして日本の経済の礎を作りましたのでね、まあ、そういったものがまた新幹線として次の新しい時代の幕開けですと。道内に移り住んだことで 北前船をめぐる自分のルーツを強く実感するようになったアケラさん。歴史をたどり、改めて交流を深めようと、かつての寄港地での講演を重ねています。北前船が担った役割は、半年後に開業する北海道新幹線に引き継がれます。現代版北前船のようにして、新幹線が北海道まで来るという。 もっと人の交流が増えてそしてもう文化ですとか経済交流っていうものが盛んになればと本当にそういった意味では日本が一つになるっていうんですかそんな思いでいっぱいですね。